6時、おはようございます。社畜デザイナーの小鉄です。僕は広告制作会社でデザイナーとして勤務しています。いつも大量の案件を抱えています。ここ最近、撮影やプレゼン案件が増えてきて相当忙しくなってきています。限界の状態でなんとか生きています。心が破れる寸前の状態です。広告業界ってブラックと言われがちです。でもなぜか新卒サイトとかに掲載されている先輩社員の一日ってとてもホワイトで楽しそうな勤務状況が描かれています。とても巧妙な罠です。先輩社員の一日のライフスタイルに憧れて広告会社に入社してしまった人も多いんじゃないでしょうか。会社によってはとりあえず入社させてその中から数人が生き残ればいいと思っているところもあります。そんな犠牲者を減らすために今日は広告業界で働くデザイナーである僕のリアルな一日をお届けできればと思います。ではご覧ください。6時10分、朝のドリンクが用意できたらメールを確認します。昨日は深夜にもメールが行き交っていました。途中で離脱して寝てしまいましたが、朝5時に何件もメールが届いていました。早急にメールを返して仕事を開始します。本来は10時始業ですが、仕事を抱えすぎているので朝早くから仕事を始めないといけません。今僕が抱えている案件たちを紹介します。こんな感じで今日は6つの案件が動こうとしています。多い日は8件以上動くこともありますが、6件でもなかなかしんどいです。この後の仕事を考えただけでも吐き気がします。でもありがたいことに案件のラインナップはとても豊富で、さまざまな業種を担当しています。化粧品、エンタメ、食品、家庭用品などいろんな業種の企画やデザインをやっているので経験にはなっています。6時40分、案件 A のデザインを進めていきます。この案件は土日に少し進めておいたので、10時の提出に向けてデザインをもう少しブラッシュアップします。案件数が多すぎて平日作業だけだと間に合わないので土日にも稼働します。もちろん休日作業代は出ません。10時、デザインが完成しました。代理店の人にメールでデザインを送ります。続いて案件 B が動き出します。外部のフリーデザイナーに依頼していたデザインが上がってきたので確認します。抱えている案件数が多いので自分でデザインしきれないところは外部に発注しています。戻し作業をします。修正してもらいたい箇所に赤字を入れていきます。普段は代理店に追い込まれている身ですが、外部のデザイナーに依頼するときはこちらも心を鬼にします。10時20分、赤字をメールで送ります。丁寧なメールを心がけます。そしてすぐに電話でもフォローします。電話をしておかないとこちらの意図が伝わりきらないので電話で説明するようにしています。11時30分、次の案件を進めていきます。案件 C は撮影が近い案件です。カメラマンにスケジュールや撮影内容を連絡します。こういった撮影スタッフとの連絡もします。続いてデザイナーへの発注準備を進めます。僕の方でメインのキービジュアルを制作するのですが、それ以外のバナーなど細かなツールへの展開は外注しています。予算が潤沢な案件はメインのところだけ担当しています。
でも外注するのも地味に大変です。依頼書を作ったり、金額管理したり、スケジュール管理したり、こんな面倒くさい業務をするなら全部自分でやった方が楽だなと思う時もあります。依頼書ができたのでメールで送ります。今日は人との連絡ばかりしています。12時、続いて案件 D のデザインを進めます。この案件はポスタービジュアルもデザインしていて、それに連動するツールも自分で作ります。スケジュールが詰まっていたりすると外に出す方が大変なので、自分でサクッと対応します。こういった細かな業務のちりつもで自分の時間をどんどん失っていきます。13時30分、デザインが完了したのでメールで送ります。そろそろお腹が空いてきたのでお昼ご飯を作ります。今日のご飯も卵焼きです。担当案件が多すぎて常に仕事に追われているので、お昼を買いにすら行けないです。この1週間一歩も外出せずに仕事をしています。精神が狂いそうです。今日も変わらず美味しそうな卵焼きです。ではいただきます。14時からビデオ会議があるので、速攻で食べ終えて洗い物も済ませます。14時、そして案件 E のビデオ会議が始まります。この案件は自主プレです。自主プレとはクライアントに自主的に企画を提案するお仕事です。営業がクライアントとの雑談の中で相談事を受けて持ち帰ってくることが多いです。それに対して企画のアイデアを出すというものです。自主プレは仕事というわけではなく、ほぼボランティアみたいなもので、プレゼン費などのお金は発生しません。こんなことをしてまで新規の仕事を獲得しないといけないのは相当しんどいです。作るかどうかもわからないことに、平日の深夜も作業して、土日も作業して、一体自分は何をやっているんだろうという気持ちになります。こういう実質プレこそ、獲得できると面白い仕事につながるのですが、獲得するまでの道のりが険しく、先が見えず霧の中を手探りで進むような状況が続くので、だんだんと前向きに取り組めなくなってきました。16時、そうこうしているうちに会議が終えました。さっきの打ち合わせで修正が出たので対応します。タスクは放っておくとどんどん増えるので、即対応して終わらせるようにします。17時、修正ができたのでメールで送ります。17時10分、案件 B に動きがありました。午前に外部のデザイナーに修正依頼をしていたデザインが上がってきました。デザインを確認して、問題なさそうだったので入稿データを作成してもらいます。入稿データが届いたので印刷会社へとデータを送ります。17時40分、19時から案件 B の別の企画の持ち寄りもあるので、それまでに資料をまとめます。これも土日にある程度進めておいたので、あとは微調整をしたりします。平日の日中はゆっくりと企画やデザインをする時間がほぼ取れないので、深夜や土日に考えたり作ったりしてしのいでいます。19時、そしてビデオ会議が開始します。この会議は長丁場になりそうです。20時30分、と思いましたが、1時間半でサクサクと終えました。心に少し余裕ができたので
早めに晩ご飯を食べることにします。いつもはタッパーの作り置きがありますが、今週は忙しすぎて作り置きができませんでした。そういう日は牛丼を買いに行きます。買ってきました。ちなみに僕の家はウッドタイルを敷いているので土足カットしています。今日のご飯はカツ丼サラダセットです。これで700円ほどするのでかなり痛い出費です。紅生姜を大量に乗せることで野菜不足を補います。21時10分お腹も満たされたので続いて案件 F の企画をします。これは動画がメインの案件で企画から考えています。僕はデザイナーですが基本何でもやっています。ただ動画はかなり不得意な分野なので考え込んでしまい、メンタルが根こそぎ持っていかれます。しばらく鬱状態に陥ることが多いです。23時、企画も無事に終えて絵コンテにもできました。この企画は明日の持ち寄りなのでメールで送らず次の作業に移ります。23時5分、昼過ぎに修正対応した案件 E の返事が来ました。今日中に対応してほしいとのことです。少しの修正だったので作業を進めます。修正ができたのでメールで送ります。すぐに返事が来ました。他も気になるところがあるみたいなので修正してほしいようです。修正してすぐにメールします。5分後返事が来ました。まだ直してほしいみたいです。修正ができたのでメールします。すぐ返事が来ました。 OK みたいです。一安心です。23時50分、疲れがどっと出たのでシャワーを浴びます。明日は朝からロケハンがあるので早く寝たいです。毎日のようにこんな仕事をしているので心がすり減っていきます。一瞬たりとも心が休まる瞬間はありません。24時10分、シャワーを浴び終えたらメールを確認します。午前に対応していた案件 A の戻しが来ていました。これはさっきのとは別の担当者からの連絡です。電話の着信も入っていたので折り返します。今日中に修正してほしいみたいなのですぐに対応します。広告業界は夜型人間が多く、深夜でもお構いなしに連絡が飛び交います。それだけみんな仕事を抱えています。そうまでして働かないと間に合わないという状況も考えものです。かといってホワイトな働き方を推奨すると他の制作会社に出し抜かれてしまいます。そこそこの仕事であればいくらでもあるんでしょうけど、いい仕事となるといろんなことを犠牲にしないと難しいです。25時30分、修正が完了したのでメールで送ります。そろそろ寝たいです。26時30分ほど待つと返事が来ました。無事に OK のようです。横柄な人だけでなく丁寧なメールの人もいます。メールは丁寧でも連絡をしてくるのは深夜です。明日の準備をしておきます。明日は朝から案件 C のロケハンに行ってくるのですぐ家を出れるようにします。朝ご状況と考えるとすでに辛くなってきます。今から寝ても2時間半くらいしか寝れないです。
26時30分。今日も無事に生き延びました。おやすみなさい。これが広告制作会社のデザイナーの一日です。スキル面は蓄積されているのかもしれませんが、ここまで案件が詰まっているとどうしても気持ちが落ちてしまいます。他の広告制作会社に勤めている友人の話を聞いても似たような状況のようです。そのためよほど広告業界にこだわりがある人以外は去っていきます。華やかそうに見える業界はそれ相応にブラックな面があります。本日もご視聴ありがとうございました。